皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。皆さんもうすぐクリスマスということで、今回はクリスマスプレゼントに人気のカバンをランキング形式で3つご紹介させていただきます。それでは早速第3位をご紹介いたします。はい。こちらのジマブエのスコッチガードのカバンです。ここに手持ちのハンドルがついております。はい、横型としても使っていただけます。持ち方がいろいろあるんですね。そうなんですよ、出張時こう長時間持ち歩きたい場合はリュックのスタイルで持っていただきまして、はい、こちら背面メッシュになっておりますので群れもなく使っていただけます。で大事な商談の場とかではこう横持ちでブリーフケースとしてもお使いいただける万能なビジネスバッグです。なるほど。でこちらがスコッチガードという素材を使っておりまして、はい、それがこの牛革にあの保護加工を施しておりますので、多少水とか水分にもあの耐性がございます。本当に通勤時のバッグとしてはかなり優秀なカバンになっております。ということで第2位、はい、いきたいと思います。第2位はこちらのビアベリーのクラッチバッグです。いや、かわいい。じゃあすごく人気なんですよ、はい、人気カラーのこうグリーンとかは入荷するとすぐなくなっちゃうぐらい本当に人気なアイテムなんですけど、はい、これがなぜ人気なのかと言いますと、あの4つのスタイルにお使いいただけるんですよ、はい、まずはこのクラッチバッグとしてこう持っていただくスタイルが1つと、うん、中にこうショルダーベルトがついておりますので、ベルトをこう取り付けてショルダーバッグが2つ目のスタイルですね、はい、で3つ目のスタイルとしてはこの写真のように、ボディバッグとしてお使いいただけます。なるほど。ちょっと短めに持ってですね。そうです、そうです、うん、背面に持っていただけますね。旅行の時とかはこうあのストレスフリーで使っていただけますね。なるほど、はい、で最後にこちら背面のところにベルトを通すループがございますので、はい、こちらに通していただくとウエストポーチとしてもお使いいただけます。おお、はい、いいですね。カジュアルバッグなんですけれども、牛革を贅沢に使用したアイテムになっておりますので、はい、カジュアルすぎずに高級感を持った、雰囲気のカバンです。確かに。でダブルフラップになっておりまして、はい、それぞれこうお部屋が別のカバンなので、はい、あのお荷物の整理などもしやすくなっております。おじさんがここに、はい、ディアベリーおじさんが近いいます、はい、皆さんお待ちかねの第1位、お第1位はこちら、どどん、ファイブウッズのトートバッグになります。お、はい、こちら実はビジネスとプライベート問わずお使いいただきやすいカバンになっておりまして、はい、こういう感じのシンプルなデザインになっております。金具とかが外側からこうキラッと見えるわけではないので、ビジネスっぽくはない感じの雰囲気で、なおかつこうカジュアルのお洋服にも使いやすい、カバンになっております。サイズ展開が2つございまして、はいはい、こちらが人気の A4 サイズですね、一番使いやすい大きさになっております。はい、でかなりこうシュッとしたあのスリムな感じの大きさなんですが、はい、こちら一つ大きいサイズもございまして、こちらも大変人気のカバンになっております。なるほど、はい、形デザインは一緒なんですけれども、よりこう街が広くなりまして、はい、大きさもありますので、うんうん、例えば出張が多い方だったりとか、あのもうオンオフ問わず大きいカバンを探している方にもすごくおすすめのアイテムになっております。はい、あのフリースピリッツ限定のカラーが2色ございまして、はい、このダークブラウンがすごく人気なんですよ。うーん、はい、であとはもう一つグリーンがございますので、うんうん、あのかなり特別感のあるカラー展開でご用意させていただいております。はいはい、ということで、ランキング形式でご紹介させていただきました、はい、で今ご紹介した3つのアイテムはだいたい価格帯が3万円から4万円なんですね。でクリスマスプレゼントを選ぶ上でもう少しこう気軽にカバンを送りたいという方もいらっしゃると思うので、もう一つちょっと
人気のアイテムをご紹介いたします。はい、こちらのラガードのクラッチバッグです。かっこいい。そうなんですよ。これが牛革を使用したかなり軽いクラッチバッグになっておりまして、はい、青木カバンさんのこのラガードシリーズの特徴がブラウンシャドウをかけた本当にこう 趣のある渋さが特徴のクラッチバッグになっております。はい、はい、でこういう金具とかも若干こうアンティーク調な雰囲気を出しておりまして、うん、中もしっかり小物を収納していただけます。これもおしゃれやな。こう紳士的なアイテムになっております。うん、これがだいたい価格帯としては15,000円くらいのかなりお手頃なカバンになっておりますので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。だいたい20代後半あたりからも50代まで幅広くお使いいただけるアイテムです。今回ご紹介させていただきました商品ページの URL を概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらも見てみてください。この動画がいいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、Instagram のフォローもよろしくお願いします。お願いします。商品に関するご不明点や動画のリクエストなどございましたら、コメントでメッセージをお待ちしております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。